ホテルニューオータニは東京都千代田区清井町にあるホテルである。日本の高層ビル時代を開いた歴史的建築物であり、ブランド品などの店舗を館内に用したプラザ型ホテルというコンセプトで知られている。運営は株式会社ニューオータニで、総支配人は清水はじめ、副総支配人は海田康則、グランシェフは中島晋介である。 1964年東京オリンピックを2年後に、控えた1962年、オリンピック委員会と政府は、外国人来訪を約3万人と予想して、受け入れ施設の確保を計画し財界に打診すると、大谷重工業社長の大谷米太郎が受諾して、ホテル建設に着手する。場所は、東京都千代田区清井町で、古くから、 大名屋敷や旧伏見屋邸跡地であった約2万坪の敷地で大谷市の私有地となっていた。体制建設の施行で1963年4月1日に着工した。ただ着工時に設計がすべて終わっていたわけではなく、設計図を書きながら建設していくという特貫工事が行われた。この結果、1964年8月31日に、 竣工を迎えた。そして翌9月1日に、現在のザメインを開業する。地上17階延べ床面積84,411平方メートル、客室数1,085室のホテルを1年半で建設するためにユニットバスや、高性能カーテンウォールなど当時最新の合理化工法や、当時最高層の17階建てビルディングであるため、 後年に超高層ビルの基本となる柔ら構造理論設計を採用した。シンボルとも言える最上階の回転ラウンジは直径45メートルで東洋一と歌われ、長らくブルースカイラウンジの名で親しまれて東京タワー等と並ぶ名所となった。このラウンジの回転機構には 戦艦マトの四方等を回転する技術を検証する天が崎製鉄くれ作業所で見つけ出した特殊な軸受けが使用されている。なお、ラウンジの回転は2018年3月に安全上の理由より停止されている。10年後の1974年9月1日、ザメインに隣接して新艦のタワーを開業する。地上40階、東野3階、 地下1階、延べ床面積88,600平方メートル、高さ144.5メートル。1984年9月4日、ザメインのロビーフロアに、当時のミシュラン三つ星レストランであった、パリの老舗レストラン、トゥールダルジャンの世界唯一の支店として、トゥールダルジャン東京を開業する。1991年2月8日、ニューオータニーガーデンコートを開業する。 地上30階、地下3階、延べ床面積74,434平方メートル、高さ134.7メートル。2007年10月、ザメインをリニューアルオープンする。換気口を設けたフルハイトウィンドウとなり、眺望が改良される。2012年4月7日、宴会場で食事をした利用客59人がノロウイルスによる。 食中毒を発症し、ホテルは4月9日以降調理場の一部の使用を止め、千代田区から一部の調理場と宴会場には4月14日から6日間の営業停止処分が命じられた。座面外観ガーデンタワー外観ガーデンコート外観、ガーデンコートのロートアイアン製の半屋外、チャペルモダンで目立つ外観のため、多くの映画で背景になっている。映画、男は辛いよでは、 トラさんが、妹の桜のお見合いを台無しにして、逆にこれが愛を深めるきっかけとなる。映画、霊霊の名は二度死ぬでは、作中で、悪役組織の日本の本拠、大里科学の、本社ビルとして登場する。小説、映画、人間の証明では、作中で、ホテルニューオータニの外見と被害者婚欠青年の、ダイイングメッセージ、ストーハが伏線である。なお、 作者である森村誠一はニューオタニへの勤務経験がある。江川事件の発端となる江川卓投手の入団記者会見の会場となった。ありがとうございます。